回はね、とある友達からとあるドンキが潰れるという噂を聞きまして、ママがねそのとあるドンキが潰れる5日前に行ったそうですでね、その5日前に行ったドンキで私にプレゼントを買ってきてくれたそうで、今回はねそちらを開封していきたいと思いまーす。まあとりあえずママのお友達がママに、あそこのドンキ潰れちゃうんだよって教えてもらって、閉店するね日はちょっと行けないな、用事があって行けないなと思ったので、たまたまその5日前に空いてたのでちょっと覗いてきました。じゃあね、しほちゃんにいいかなと思って、マストマにすごく安くなってたわけじゃなかった、ね、でももうね棚とかもね半分ぐらいなくなってて、なんか黄色いね閉店セールみたいな値札みたいなのがバーってね貼ってあるとこと貼ってないとことあって、やっぱコスメとかはさ、クリオとかあるじゃん、はやっぱ値下げになってなかったのね。なのでその他の値下げになってるものでなんかいいものあったら買おうかなと思って行ってきました。なのであの家電とかそういうのは全然、洋服とかそういうのは全然あの興味がなかったというか、さらっとしか見てこなかったので、なんだろう、時間もあんまなかったのね、ママもね。ちょっと急いでたので、コスメとか、そのスキンケアとか、その何、ヘアケア商品とか、あと、まあ、ママは主婦なので食品とか、なんかそういう日用雑貨とか、そういうところだけを中心に触って回ってきました。はい。はい。はい。じゃあ、しほちゃんにいいかなと思って、まあ、使わなかったらママが使おうかなと思ってきたものを、ここにあります。じゃあ、どまきが入ってるってことでいいかな？なんで納豆巻きよ。納豆巻きなかったもん。あ、なかったもん。残念。じゃあ納豆が入ってる。もうね、ごめんなさい。食品は食べちゃいました。もうここには入ってません。あ、そうなの。うん。あと日常品、あの女の子用品、わかります？わかります、わかります。女の子用品も安かったのでママのママ用に買ってきたりとかもして、でもさすがにここには入ってません。なんかしほちゃんが使えるようなものだけ入れときました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。女の子の日の用品をなんか紹介するのはちょっとそうそうそう、さすがにちょっとね恥ずかしいのでよかったですね、うん、え、じゃあもうこれ全部 私のものということで大丈夫ですかね、うん、まあ、プレゼントということで大丈夫ですか。まあ、まあ、でもママも使ってもいいかなっていう。あ、わかりました。はい、じゃあお願いします。あ、なるほどね、こんな感じ。あ、なるほど、どうですか。いいですね、うん、あんまりなかったんだよね、ほんともうね残り5日前に行ったけど。え、これ安っ。じゃあ行きますね、うん、1つ目がこちらのこれ知ってる？韓国のさ、ウィッチズポーチっていう、ウィッチズポーチっていうね、うん、ところのあのコスメなんだけど、うん、本当だ、そうそう、書いてある。新大久保とかでも売ってたんだよね、実はね。あ、そうなの。うん、あんまりしょうちゃん見てなかったかもしれないけど、こちらがね多分ね通常ね1200円か1300円ぐらいするのが720円でした。へえ、一応かわいいこれ、うん、でなんかラメがねすごい可愛くて、ピンクとベージュだからしほちゃんいいかなと思って。このハサミ取ってそこにある、いいかも、めっちゃいいかも、うん、ラメ好きだからねしほちゃん。そう、あ、かわいい、めっちゃかわいい、ほら見て、いい感じじゃない。これで落としたらやばいよ、うん、めっちゃいい、いいいいいい、あー、いい、どう、耳、あ、いいじゃん、結構使えそうな感じでしょ。見えない、ちょっと薄い、うん、でもピンクとベージュだからすごくね自然な感じでいいかなと思って。めっちゃいいですね。なんかこれもう1個ぐらいしか残ってなくて、もう1個はなんか水色っぽいのがあったね、ブルーとゴールド。でもブルーはちょっとさ、うん、なんかねあれかなと思ったのでこちらにしました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ガツンとね、もっと半額に近いは感じだけどね、もうちょっと安いのかなと思ったけど、
でもまあ5日前だったのでね。次にこちらのあったウィッチズポーチの、そうこちらもね、あのウィッチズポーチのチーク で、かわいいです。これも多分半額ぐらい、多分1000円ちょっとぐらいだと思うんだけど、うん、590円でした。へえ、うん、でなんかかわいいかなと思って、ピンク、しーちゃんといえばピンクかなと思って。そうなの、しほって言えばピンクなの。なんかピンクって感じじゃない。リップとかもピンク好きでしょ。うん、ピンク好き。アイシャドウとかもなんかピンク好き。ピンク好きだからなんかピンクかな。そっか。なんか100均以外のさ、チークあんまないかなと思って。あ、確かに。あの、なんだっけ、前お友達とお揃いで買ったのとかあるけど。お、すごい、クッションファンデーションみたいな形だ。こんな感じになってて、うん、それでね、うん、こうやって開きますよ、うん、おー、すごい、クッションファンデーションみたい。かわいいね。かわいくない？あ、これかわいい。かわいい、これ。へー、でもジオ、もともと顔赤いんですよ。見てください、今日も赤くない？うん、だからあんまチークしなくて、するとなんか余計に赤いのが目立っちゃって。ジオ、学校でリンゴ病って言われるぐらい赤いんですよ。あ、でもさ、ほんのりさ、こう、なんだろう、赤くなるのとチークで赤くするのはやっぱ違うからね。違う？ちょっとつけたら可愛いかもしれない。そっか、うん、まあじゃあ冬が終わったらってのいいよね。春とかになったらちょっと赤みが出なくなったら使います。はい、次にこちらの、あ、これもだね。これね、これはあのリップなんですけど、リップデコ、プランパーティント、なんかね、なんて言うんだろう、ティントスティック、こんな感じの、カプサイシンっていうのが入ってて、なんかこうね、ちょっとね、スースーするの塗るとね、ぷっくりする、なんかぷくって、そういうリップなんだけど、これがね、まあ、36% オフぐらいになって760円で売ってたので、ピンクをちょっと買ってきてみました。しょうちゃんどうかな、嫌だったらママが使うけど、なんかこう薄付きで、うん、ちょっとなんかこうスースーふっくりしたら可愛いかなと思って。しょうちゃん結構唇がね薄いから。あ、可愛いね、めっちゃ可愛い。まあ、反射してあんま見えないけど、見えない？ちょっとじゃあ電気を暗くします。どう？あ、見えたね。見えた見えた。こんな感じの柄、かわいい、うん、あ、なるほどね。うん、ちょっとね、薄付きな感じかな。感じ、うん、かわいい。ちょっとティントだから、まあ、少し色も残って、ちょっとスーッとする感じなんだよね。なるほど、うん、かわいい。わかる、ここ。ん？ここ。ね、薄付きでしょ？めっちゃ薄い。うん。いい。そうで、唇のね、ボリューム感がね、アップするの。なんかスーッとする感じ。まあ、スーッとするのが嫌な人は嫌かもしれないけど、ママは別にスーッとするの好きっていうか。まあ、大人になるとそういうね、リップとかもあるしね、スーッとするやつ。ちょっとぷっくりするやつとかさ。へぇ。まあ、それも、まあ、なと思って、ちょうど安く残ってたので買ってきました、うん、ありがとうございます、はい、次はね、3ついきましょう、一緒に。はい、こちらのネイルです。はい、めっちゃ可愛くない？ごめんなさい、これはね、本当にママの好きな色を買ってきちゃいました。はい、これこれはね、40% ぐらいオフになってた。180円だったかな。へえ、とりあえずそんな感じでした。かわいい。はい、ママの好きな色だけ買ってきました。実はもう一回ちょっとママ試しに使っちゃったんですけどね。結構なんか色がくっきりと出る感じでした。へえ、かわいい、うん、で使う、いいよね、かわいいと思います。この緑とかがくない？そう、ゴールドでしょ。ゴールドとなんかちょっとピンクっぽい感じのね、うん、クリスタル、かわいい。かわいいでしょ。めっちゃかわいい。え、ありがとう、なんか。うん。
次こっちもネイルなんですけど、なんかキラキラって感じ、わかるかな、塗るとキラキラが出るやつ。そう、それもなんか可愛いかなと思って、1個だけちょっと残ってたのがあったので買ってきました。こんな感じ、うん、可愛い、めっちゃ可愛い。え、ありがとうございます、うん、本当にありがとうございます。なんか本当嬉しいです。本当本当嬉しい、嬉しい嬉しい。ラストいきます。はい、これ鏡なんですけど、あの私の汚い部屋が映るか映らないかぐらいカメラは完全に映ってる。こちらの、ね、鏡です。これめっちゃ可愛くないですかね。なんか可愛くない、めっちゃ可愛くないですかね。いいよね、チオが選んだ日にめっちゃ可愛くないですか。これ300円でした。本当だ、300円で買ったんです。え、可愛い、なんか可愛い。1個しかなくて、もう。あ、そうなの、うん、なので買ってありました。なんかすごく豪華に見えるし可愛いかなと思って。可愛いよね、これ。どう、良くない？可愛い、めっちゃ可愛い、可愛いよね、うん、いらなかったらももももらうけど、私が使うから。はい、可愛い、可愛いよね。ほくろ、ほくろ、ほくろじゃなくて、うん、違う、ペンかな。本当ついちゃった。可愛い、めっちゃ可愛いです、はい、以上でございます。以上でございます。どうでしたか、ママのセンスはどうでしょう。めっちゃありです。ありですか。よかったでございます。ありがとうございます。なんかありがとうございます。いいです。はい、ということで今回はね、ママがね閉店5日前のドンキに行ってきてね、私のプレゼントを買ってきてくれたということで開封してみました。ね、めっちゃママセンスありありだと思うのでいや、もうほんと残ってるものの中で選んだからね、あのほとんど残ってなかったから、今後もね、なんか買ってきてもらおうと思います、ママのセンスに。はい、あ、私締め方忘れたんです最近、ほんとに、うん、それではバイバーイ。なんか最近いつもさ、それではバイバイがいきなり来る、うん、かわいい、嬉しい。これかわいいよね、その子かわいい。